遠征寺にやってきました。伊藤博文と高杉晋作がここでよく遊んでたみたいですね。ゆかりの地です。200円か。ここはね、お寺と神社が一緒になってるんですよ。それ珍しいっていう。じゃあここか、ここが拝観料の料金所ですね。遠征寺と神社ですね、こんぴら社が一緒になってのし灯籠。同じだね。この子こんな子か。なんかいろいろ書いてある。こっちにもあるな。萩のお土産に覚えてください。萩の方言か。天狗の面。これか。天狗の面見てみたいな。ぜひ。情報量が多いな。灯籠、あ、これか。日本一の石灯籠。でかい。長いな。山口県最大。名探偵コナン。ああ、そういうことね。1.14m、52cm。 1.1。
あ、高さ 4.3 メートルか。あ、そういうことか。 1.1 っていうのは竿の部分か。これなんて書いてるか分かんねえな。ゆかりの寺。売店があるんだな。この本堂の入れる勝負気越し見える花も湯。あードラマだね。勝負の気越しに見える11時の方向。これ椅子があるってことはこういうことでしょ。ここから見るってことでしょ。てかすごい椅子が置いてあるもんな。これあの椅子から見たらええってことか。あ、ここに書いてる。香取元彦。ちゃんと椅子が置いてあるからね。ちょっと座って見てみましょうかね。おお、こんな感じか。今は家がないと。ちょっと売店に行ってみましょうかね。こちらは神社です。天狗面はない。これですね。すごい迫力。書いてますね。珍しい、全国で珍しい神仏混合の寺院です。何これ。こんなめちゃくちゃ穴開くやな。ちょうどおめ、桂心。新作、広文が遊んだ木馬。
あ、ここが売店だね。こっちが売店だね。なるほどね。今あ、これか。これで遊んでたんだな。だいぶ古いね。これ乗って遊んでたってことか。トイレですね。覚えてる。ドンディスとお土産コーナー。1時半、ん ?1 年半か。つけられる。すずりと、しょこい、しょいこ。盛りだくさんですね。はぎかれた。え、こんなんあんだね。前が売店で、この奥が展示になってますね。ちょっと変わってる。じゃあもう森ですね。どんどん守りおみくじ、エマ。怖いな。天狗旋風持ってあ、盛りだくさんだった。はい、ということで遠征寺でした。